you
はい。ポンくん。はい。はい、ジャンくん。はい。ただいま。はいはいはい、ジャン君、ジャンプ。はいはいはい、いつも通りね。はいはいはい、おわ、はいはい、ジャン君。ジャン君がですね、よく、階段の上で泣いているので、まさかとは思うんですが、ちょっとネットの方でね見てみたんですけれども、猫の分離不安症を疑う症状チェックリストというのを、書いている方がいたので、ちょっと見てみるとですね、留守中に大きな声で泣き続ける、これね、これはもう、そのままですね。物を落としたり壊したり傷つける、これはね、故意にはやらないですね、ジャン君はね。前にね、故意にやってる子うちにいましたが、ジャン君は大丈夫そうです。トイレ以外で粗相する、これポンちゃんやってたけど、あれも、偶発的なことでしょうね。ポンちゃんは関係ないですね。ジャン君は、ちゃんとトイレでします。そして綺麗に自分で片付けます。不妊手術が済んでいて、もう服や、壁にスプレー行為をする、これないですね。自分の体を過度に舐めたり、噛みついて傷つけたりするも、いわゆる自傷行為的なのはないですね。人に対して攻撃的になる、これは、初めありましたが、収まっています。不安から食欲がなくなったり、食べて、吐いたりする、これは不安からというのはないとは思うんですよね。毛づくろいの跡とか、あとは食べるのが早すぎたりね、突発性出血性膀胱炎などを起こすも今のところないと思われます。よってですね、まあただの寂しがり屋じゃないかなとは思っています。まだこれからね、少しずつ、見ていこうと思いますが、ということで、はい、ジャン君もポンちゃんも健康そのものと思われます。指を噛んだら痛いでしょ。ジャン君、痛いよ。必ず最後噛まなきゃいけないの。あ、わかりました。はい、これね。はい、開いて。もうちょっとこっちよりで、手が届きません。じゃあこれ噛んでいいよ。
ジャン君。ちゃんは熟睡中かな。やる？始めると逃げてっちゃうじゃん。またですか。こんちゃん、ジャン君、あれ、あれね。考え中。ジャン君、じゃあ後でね。